ジェコムからお届け北九州人図鑑みなさんこんにちは。始まりました北九州人図鑑。この番組は北九州で元気に活躍をされている北九州人の方をゲストにお迎えし、その方の元気の源、活動の内容、そして北九州の魅力などについて語っていただきます対談番組です。進行役は私伊藤美香です。よろしくお願いします。そして今回第21回のゲストはこちらです。北九州市のローカルヒーローです。北九マンです。今日は20分の番組、無言のまま行きますか。喋りませんね。こんにちは。いいですか。喋っていいです。あ、生声が聞こえてますか。ちょっとタイミングが難しいですね。あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。決めポーズかっこいいですね。いいでしょうか。はい、今日はよろしくお願いいたします。さあ、北九マンをお迎えしましての北九州人図鑑なんですが、今日のトークテーマ、今回はこちらの3つです。1つ目、中の人ってどんな人。2つ目、戦わないローカルヒーロー。3つ目、北九州の知名度アップを目指してとなっています。ということで、1つ目のテーマいきたいと思います。中の人ってどんな人ということなんですが、中の人はですね、こんなに近くにいるんですが全然見えませんね、うん、これもしかしてこう、中の人登場というのも OK ですか。もう早速早くないですか。いいですか。ちょっと早いかな。でも気になりますよね。わかりました。はい、じゃあ脱ぎましょう、はい、ということで脱いでいただきました。はい、改めまして北九マンの中身、はい、滝祐樹でございます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、かぶっててもめちゃめちゃかっこいいんですけれども、はい、とってもかっこいいですね。ありがとうございます。いや、イケメンっていうのはもう皆さん噂になってるんですけども。本当ですか。ええ、言われるでしょ。まあ言われますね。言われますよね、うん、いいですね。いかがですか皆さんね、じっと見ていたい感じですけども。言ってもう29ですけどね。あ、そうですか、はい、ヒーローで。ヒーローで、はい、29歳です。活躍されてますが、はい、はい、今滝祐樹さんね、北九マンこと滝祐樹さんということで、うん、ここからは滝祐樹さんにお話を聞いていきたいと思うんですけども、はい、よろしくお願いします。滝さんのご出身はどちらですか。生まれが戸畑区、はい、で生まれ育った場所が若松区ですね。ああ、よかった。どっかの星とか言われるかなと思ったんですけども、それはもう北九州なんですね。どこまでも人間チックなので。ああ、よかったです、はいはい。小さい頃はどんなお子さんだったんですか。ちっちゃい頃はですね、ヒーロー好き で、うん、で自分で段ボールで、はいはい、剣作ったり。段ボールで剣作ったり、うん、こんな感じですか。まあ、この写真はまあ段ボール製ではないんですけど、うん、はい、なりきってますね。なりきってますね。ゴーグルつけて、うん、本人はもうめちゃくちゃかっこいいと思ってるんですけど、これゴーグル上下逆ですからね。あ、さあ、そしてちょっと大きくなりますとこちら、うん、爽やか青年ですね。いつぐらいですか。これは中学2年生ですかね、うんうん、これは何をしてるとこでしょう、はい。まあ、ご覧の通り魚を釣ってるんですけど、うんうん、まあ、当時ですね、ブラックバスフィッシングと、はい、ルアーフィッシングがすごく流行ってですね、うん、私も例外なくハマって、ええ、毎日のように、ええ、中高小学校の高学年ぐらいから、はい、10代はもうずっと魚釣りばかりをしてました、ええ、あ、そうなんです、はい、高校を卒業後なんですけれども、はい、今度は大学の進学で北九州を離れられるんですね。そうですね、うん、まあ、当時はあんまり北九州愛というか、うん、あまり執着がなかったので、はい、まあ、行きたい大学に行こうと思って、うん、はい、大阪の大阪大学外国語学部というところに行きまして、はい、まあ、当時はすごく英語が得意だったので、うん、まあ、絶対外国語をやりたいなというところで進学を大阪に決めました、うん、はい、一生懸命勉強しましたか。あまり、ちょっと声が小さくなりましたね。ね、国立大学なんで、はい、難しいですよ、うん、めちゃくちゃみんな、あ、勉強したんですねって言われるんですけど、うん、はい、全然してない。もう卒業したら言わなかったら分かんないですし、ね、まあ、そうですね、学歴だけが残りますからね。さあ、これは大学時代の写真、はい、そうですね、うん、
学生その入学するまでもあんまり勉強してないし、うん、入学してからはもっと勉強してないですね、うん、これはあの学祭で夏祭りなんですけど、はい、まあ県外から集まった寮生ですね、寮に住んでる仲間たちで、うん、イケメン座面ほんと T シャツに書かれてますね、はいはい、イケメン座面という名前で、はい、麺専門店をやりましたね、はい、即完売で。これ皆さん後ろ向きですけれども、うん、もちろん全員イケメンですよね。いや、ね、うん、2人だけイケメンじゃないのが混じってますね。いや混じってる、うん、たくさんどれですか。私は、左から2番目の金髪ですね。おお、金髪にしてたんですね、はい、なんかお祭り野郎だったんで。あ、さあそして大学を卒業されます、はい、その後はどうされたんですか。実はですね、はい、国立大阪大学を卒業したのに、うん、就職活動をほとんどせずですね、はい、就職が決まらないまま、うん、そのまま卒業したんですよ、はい、でまあさすがに何もしないのはありえないで、うん、とりあえず北九州に帰りたいなと、うん、で北九州で何かをやりたいとって思った理由の一つが、はい、小倉駅に北九州名物がないんですよね。え、ないですかね。あのね、うん、ほぼない。ほぼない。その当時。うん、あの、うん、博多名物とか、はい、まあ、やっぱり福岡っていうと皆さんね、うん、あの全国の方は博多がメインだと、福岡イコール博多みたいになっちゃってるから。うん、ありますね、そういうところはね。でもね、北九州市っていうのは小倉駅というね、うん、新幹線がちゃんと全て止まる大きい駅があるんだと。うん、こんだけ都会なのに、うん、博多名物を置いてていいのかなっていう疑問があって、うん、北九州市をもっと有名にしたいなというところで、うん、まあ、なんか自分にできないかと思ってた時に、うん、なんとですよ、なんとこの北九万スーツが落ちてたんですよ、はい、どこに。その辺に小倉駅の近くですか。確か八幡東区。八幡東区っていう設定だったと。設定。設定じゃない。落ちてた。落ちてた。八幡東区。間違いない。鉄工所。そう、鉄工所跡に落ちてました。はい。それ八幡東区で間違いない。はい、そうです。はい。はい、そしてどうした。北九万になろうと。これを着て北九万として、はい、北九州を PR しようと、はい、思ってヒーローになりました。これ気になるんですけれども、うん、ご家族は、はい、なんておっしゃいました。あ、うん、まあ普通はね、うん、その国立大学卒業させて、うん、何も就職決めないまま卒業した子供って、うん、親からしたら絶対最悪ですよね、うん、私だったらもうブチギレですよ、ね、どこか望むね仕事を、うん、絶対起こるはずなんですけど、探してほしいですね、うん、お前通訳になりたいって言ってたんじゃないのかって多分言うんですけど、うん、言われました。言われなかったですね。とにかく北九州に、はい、その大阪から北九州に帰ってきてくれたことがすごく嬉しかったみたいですね。もう大歓迎ですよ、はい、うん、お友達は何ておっしゃいました。友達もあの、うん、あ、そんな面白いことするんだったら応援するよと言ってくれて、うん、じゃあもう全員が応援してくれたわけですね。ですね。ただですね、はい、あの少なくとも友人に関しては最近振り返って聞くと、うん、はい、当時はやっぱりバカだなと、こいつバカなこと考えてんだなと、はい、いうふうに思ってたそうです。でも口にはね出さない。まあ出せないですからね。本人はもう大真面目ですから。はい、まあ、当時は思ってたということですね。はい、続きましてテーマ2つ目に行きたいと思います、はい。戦わないローカルヒーローということなんですけれども、うん、ご存知の方もねたくさんいらっしゃると思うんですが、北九万について特徴など詳しく教えてください。北九万はですね、はい、まあ、あの先ほど申し上げたように、うん、北九州市をこう PR すると、はい、北九州というものの知名度を上げると、うん、北部九州だとかねよく言われますね。言われますね、うん、あの、うん、北九州出身ってその当時ね、そのそれこそ大阪にいる時、うん、北九州出身っていうと、あ、北九州の福岡、佐賀、長崎っていうふうに言われて、うんうん、はってなるわけですよ、うん、いや北九州市っていう町があるんですよというのね、毎回説明するのが大変だということで、こう北九万というまんまのネーミングで活動を始めたので、はい、そもそも PR が目的なんですよ、はい、だからそれが 何年前になるんですか。ちょうど5年前ですね。5年前、うん、じゃあこちらちょっとねご覧いただきましょう、はい、4人出てきましたけれども、はい、これは初代が2013年、はい、そうですね、今年の1月で5周年
おかげさまで迎えまして、はい、でそれから初代一番左側ですね、そうですね、一番左、うん、で同じ年ですね、はい、その年の10月に2代目誕生、はい、そうです、これちょっとね、うん、あの儲けたなって感じで、あ、この辺からね輝きがちょっと光沢が違います、光沢が、はい、光沢が違います、材質がもうちょっとね、はい、いい感じになりました、はい、そして3代目が2014年、かなり豪華になってきましたよね、もうこれ大飛躍と言いますか、うん、胸筋が出てきましたね、光沢もすごいし、はい、であとね、あのやっぱり何よりね顔がすごくヒーローっぽくなったんですね、あ、でもこの時点でもうすごいクオリティ高いんですけど、うん、高いですよ、うん、もう誰もがこれで終わりだろうと思った、はい、3年後、はい、なんと4代目北九万、まあ、今着ているこのコスチューム、はい、こちらが2017年ということは、はい、去年もできたばかりの衣装、はい、去年の6月ですね、動きやすさってどうなんですか、この4つ比べると、ですね、うん、北九万は基本的に戦わなかったんですよ、はい、っていうのも、うん、体が硬かったから、はい、体が硬いんで、はい、まあ、できれば戦いたくないって言ってたんですけど、はい、このね4代目になってから、うん、こう性能がすごくアップして動きやすいんですよ、はい、あの私の体の硬さをカバーしてくれるような、はい、そんなスーツです、はいはい、さあ今あの戦わないと言ったんですけれども、うん、はい、あのイベント会場などではね、いろんな方たちと一緒になることもあるかと思うんですけど、うん、そうですね、普通に戦うヒーローとかいろいろ、こちらは何でしょうか、これはですね、うん、まあ、上が北九万、3代目の北九万、はい、で下のこのお前を破壊するって書いてるのが、うん、福岡市に実在する企業株式会社悪の秘密結社、そういう会社名なんですかの、はい、まあ、会社名、実在する会社ですね、はい、の、社長であるヤバイ仮面、はい、ステージとかはよく一緒になったりするんですか、うん、そうですね、うん、このヤバイ仮面、悪の秘密結社って書いてますけど、うん、めっちゃ仕事くれます、うん、あ、そう、めちゃくちゃ営業がうまいですね。ああ、北九万なんですけど、はい、普段どんな活動をされてるんですか。まあ、各イベントであったり、うん、あとはまあ、まあね、こう、うん、いろいろ輝いてますけど、はい、スポンサー企業の活動をしていたりですね。ああ、いろいろついてますね、うん、でもやっぱりまあ、うん、イベント、うん、いろんなところでイベントをするっていうのがメインですね、はい、これね、人がすごいたくさん集まってるんですけれども皆さんよく見ていただきたいと思います、うん、おそらく会場の方はこれステージの方向に向かって座ってらっしゃる、はい、そうですね、左側に集まってるのがお客さんですね、うん、はい、そして、はい、右側の箱の中を見ていただきますと、これ皆さん、はい、見なかったことにしてください。見なかったことに、だいたいあの登場する前ってね姿見ないですよね、うん、そうそうそう、いきなりどこからか、ね、いきなりどこから現れるっていう、これなんかスタンバイ中みたいなのはこれ気のせい、気のせいなんですか、うん、もうちょっとよく見たいですよね、アップするとこんな感じになります。もうこれあの子供は見なかったことにしてくれ、うん、スタンバイ中ですね、うん、それもね、はい、ヒーロー怪人仲良くね、仲良くね、この、うん、この空間の中だけは争いはしないでおこうという、ね、暗黙のルールがあるんですよね、そこね、スペース限られてますからね、うん、さあそれから他にもいろいろイベントがあるんですよね、うん、たくさん出てます。これは何をしてるとこですか。懐かしいですね、うん、これは昨年の2月、はい、北九州市の消防局の方と、節分のイベントをやった時の写真ですね、はい、日の用心と、ああ本当だ、書いてある、はい、子供たち、あ、そうですね、これはですね、まあ、鬼が赤と青、うん、2人いますけど、はい、まあ、この鬼がですね、ええ、まあ、ちょっと火遊びをしたりと、うん、まあ、まさに消防局の方の敵であるということで、うんうん、たくさんの保育園だったかな、幼稚園だったかな、はい、ちょっと忘れましたけど、ええ、園児たちと一緒にですね、この鬼を退治して火には注意しましょうというイベントをやりました、うん、いいこともしてるんですね、ん、いいことを持って悪いことはしてない。そうですね、悪はあんまりやっつけてくれないんでしょ、まあ、ですよね、でも子どもたちもすごくためになる、こういうね、そうですよ、ね、こちらは、あら、これはなんかね、演奏してるような感じなんです、はい、これ何してるんですか、これはですね、吹奏楽をされている皆さんの、イベント、コンサートがあったんですけど、はい、まあ、その中で北九万のテーマ曲を演奏したいということで、はい、演奏していただきました、で、まあ、せっかくなんで北九万さん指揮者やってくださいと言われてですね、はあ、リズム感覚ないヒーローによく頼んだなと思ったんですけど、リズム感ないんですか、全くないです、全くない、うん、で
でもめっちゃ楽しかったですよ、だって皆さん指揮見て合わせるわけでしょ。そう指揮者がこう動かないと演奏しないんで、はい、あの私がピタッて止まったら皆さんその瞬間ピタッてやるし、で楽譜と違うでしょ、そこ止まるじゃないでしょ。そう、いきなりめちゃくちゃ速くしてもついてくるんですよ。めっちゃ遊んでるじゃないですか。もうね、なんかあの普段ヒーローですけど、はい、なんか悪のリーダーみたいになった気分ですね。ヒーローらしからぬ発言がね、ありましたけど、たまにはね、いいかなと、でも楽しいですね。楽しいです、これは本当に。そしてあのテレビもね、こう全国の放送のに出られたり、うん、あと、はい、ラジオでレギュラーを持たれてるんですよね。そうですね、はい、毎週火曜日に、うん、あの北九万のコーナーを設けていただいて、うん、はい、レギュラーでやってます、うん、どんなことを喋るんですか。まあ、1週間の活動だったり、はいはい、あとあのヒーロー仲間を紹介したりですね、うん、はい、その他の地域で活躍するヒーロー、はい、まあ、北九万は北九州 PR してるけど、はい、まあ、同じように頑張ってるヒーローが全国にたくさんいるんだよっていうのを紹介してます、うんうん、はい、さあでは最後のテーマになります。こちらです、3つ目のテーマ、北九州の知名度アップを目指してということなんですけれどもね、北九州知ってもらいたいということでいっぱい活動してこられましたが、はい、活動して変わったと感じるところはどんなところですか。やっぱりですね、こうインターネット上で、うん、まあ、SNS とかブログをやってると、うん、東京から応援してますとか、いろんな反応があるので、はい、あ、この人は東京に住んでる、そして北九万を知っている、うん、ということは北九州市という町を知ってるということになるので、うん、まあもちろん数はまだまだ少ないと思うんですけど、うん、自分の力で北九州を広められてるなというのはすごく感じます、うん、今後なんですけれども、はい、目標や夢教えてください、うん、はい、まあ、まだまだですね、うん、北九州の知名度っていうのは低いので、未だにですね、うん、北九州っていうと九州の北の方だと言われるので、うんうん、まだまだ知名度アップしたいという中で、まあ、もちろん自分の活動はどんどん続けていくんですが、まあ、特に北九万としてはですね、うん、映像にちょっと今年は特にチャレンジしたいかなと、うん、はい、映像です。あ、そうですね、これも映像でございますが、あのご覧の通りスーツがすごくかっこよくなったので、うん、めちゃくちゃあの映像映えするんですよね。だから、まあ、もったいないんで、うん、ガンガン映像で、はい、まあ、某動画投稿サイトとか、はい、いろんなところで、は、はい、露出できればと思います。もう今世界が視野に入ってますね。ですね、だからあの、はい、北九州のフィルムコミッション、はい、ね、いっぱい映画誘致してますけど、はい、北九万の映画も撮りませんか。撮りませんか。やっぱ地元ね、はい、地元のコンテンツ使った方がね、そうですね、やっぱいいですよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では最後の写真ご紹介したんですが、はい、これはまたかっこいいですね。これはもうね、うん、北九万市場超大作ですよ、うん、あのスポンサーの企業の社長、はい、まあ、ワークナインさんっていう会社が北九州にあって、うん、まあ、社長がすごく北九州を愛してくれてるので北九万のこと大好きなんですよ、はい、でそれであの北九万のマシンを作ろうということで、うん、昨年の12月にこちら、北九マシンが誕生しました、はい、まあ、ただこれ一つ問題点があって、はい、あのまあ、滝勇気は乗れるんですけど、うん、変身してるとですね、はい、肩がぶつかって乗れないんです。結構肩幅広いですもんね、うん、これ。これがね、はい、あの突っかえて乗れない、はい。乗れない。これめちゃくちゃこの写真ではね、はい、決めてますけど。そうですね。車から降りてきた感じします、ね、うん。感じしますけど、これ1ミリも乗ってない。乗ってない。はい。さあ最後になりますが、これからのイベントありましたら告知お願いします。はい、そうですね。近いところだとですね、うん、3月の18日、はい、春になりましたらですね、うん、北九州のお隣。宮古町で、うん、ダムの完成イベントがあります、はい、あのすごく大きなダムが宮古町で、ね、完成するんですけど、はい、そこで、はい、宮古町のゆるキャラ、はい、宮古くんと一緒に、うん、なんとヒーローショー、おー、ダムで？ダムでやるんですよ。おー、相当多分かっこいいですよ。写真映えすると思います、はい、こういうイベントありますので、はい、まあ、ぜひ皆さん、それは見に行こうと思うと皆さん行って大丈夫なんですか？大丈夫です。一般の方入ります。じゃあ、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回の北九州人図鑑、北九万こと滝勇気さんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。